エミリーさん、ありがとうございます。えー、翔馬くんが非公式練習をしていて、アップで迷子気味だった広大な施設は、多分、りくりゅうの練習拠点のオークビルのリンクです。すごい。そして北米はアイスホッケーのリンクサイズが、そもそも他の地域より小さい設定らしく、えー、ショート側が4メートルでも、えー、短いんですって。うん。だから結構短いですよね。そうすると、まあ、ジャンプの、えー、まあ、 女装であったりとか、位置をまあ変えなければいけなかったりっていう話もね。ありましたよね。うん、いや、それにしてもかなり濃い内容ではっきり言ってびっくりしましたね。でもリク陸龍の練習拠点だったんですね。なるほどうん？えー、エミリーさんも言ったですえー。そういえば次の nhk 界はステファンは来るのかな？うん。 アンジェロ先生でしょうかあ、気になりますね。えー、こないだ、スキアメとスキアナの連戦の時も、えー、こうしろ君のスキアメはアンジェロ先生でしたよね。今回、デニスとコウシロくにステファンがついていたから、えー、今度はアンジェロ先生とショうマ君でしょうかえー、それはそれで私的には見てみたいです。うん。アンジェロ先生、えー、白髪が多めだけど、白髪かな白髪が多めだけど、えー、多分デミ先生と同年代。あ、 そういういいことみたいですね。ね、まあ。どっちは来るででしょうか、ね、でも、ステファン、日本人人気、結構あります。でも、今回解説の方も、ステファンの動き、結構気に入ってましたね。やっぱ、海外でも結構話題になってるっぽいんで、うん。ステファン、人気あります、やっぱ。うん。 でも僕が少し気になったのがですね、今回のイギリス大会の時に、えー、デニス・バシリエフス君の演技始まる前に、ステファンの横にいた男の人、あの人気になりますね。あの、坊主の人、うん。あの、アントキスアンドクレーンの時きはあまりいなかったんですけど、えー、っとね、演技を送る時デニス・バシリエフス君を送る時に、えー、ステファンの横にいまして、なんかデニス・バシリエフス君を この先生は初めて見た先生このせ。この人は先生でしょうかねそれとも他の誰かでしょうかねちょっと気になってます。キスクラント時にはいなかったんで、でも次の選手を送り出すっていうわけではないんで、あれ誰かなってなってます。もし知っている方いたら教えていただけると嬉しいですね。うん えー、YM さん、ありがとうございます。えー、デミ先生の裏方チャンネルを見ました。うん、えー。しょうまくん、ああやってデミ先生に話すことによって、えー、ご自分の演技を整理しているんでしょうね。うん。えー、それをデミ先生がノートに書き残す。完璧ですね。えー、ところで、デミ先生のゴッドハンドによる手術。えー、見ているだけで気持ち良さそう。一度体験をしてみたい。無理ですね。分かっています。うん。 もうすぐ NHK 杯、えー、頑張って練習しているとは思うけど、怪我だけはないように、えー、してほしい。そうですね。まあ、それが一番ですからね。うん。でも、本当ゴッドハンド。ね。でも、そのゴッドハンドの腕を見せながらも、宇野くんの話を聞いてるっていうね、ところが、なんかこう、好印象と言いますかね。うん。まあ、それでやっぱり、こう、のそのジャンプのやっぱり見分け方とかも、えー、だんだん宇野くんとともにできてきて、やっぱこう、 えー、共に歩んでいくっていう感じがしますねアクアマリンさんどうもありがとうございます、えー、イタリアのダニエル・グラスル君グランプリシリーズ初優勝おめでとうエキスキラでの,でのリアクションが可愛い,いうんなんか可愛い,い感じしましたよね、えー、スケラ部の後イタリアに戻って、えー、家族に会ってママの料理を食べてハッピーだったそう、えー、地元開催の ファイナルに出場できるといいですね。うん。またグラスル君のママの料理を食べてハッピーっていうところがイタリア人男さを見せました、見せますね。うん。えー、デニス君は、えー、そうですね。グランプリシリーズ初のメダルで銀で。ステファンも大喜び。うん。あ、初だったんですね。意外ですね。さっき欧州選手イラ 県以来の良い演技、観客からも大人気で、地元選手のように本当ですね人気がすごいありました。佐藤駿君、ローメダルおめでとう。4回転ルッツは軸が斜めって転倒すると肩が心配になる次戦、うん、も期待しています。で、ロマン・ソフスキー君はカナダはホテルの部屋から YouTube 撮影してアップしていた。あ、知ってたんですね、なるほど。みんなから心配を。 されたけど大丈夫だよとショートプログラムは目標の90点にもう少しだった、うん、フリープログラムは最初3つのジャンプをミスして、えー、体力もメンタルにも響いたでも観客の温かい声援にも支、えー、えられた、うん、これからエキシビション頑張ってくる、えー、ぬいぐるみとお菓子ありがとう美味しいよとポリポリ食べていました。 うん、えー、残念だったけど、えー、最後まで戦う姿を見せてくれてたのは良かったですお。サドフスキ君の YouTube、ちょっと見てないですね。あの見ていきたいと思います。こんな感じだったんですね。ねもう今回はちょっと悔しかったですね。フリーで本当に良くなくて。うんいやー、ちょっと彼の演技、完璧な演技見てみたいですね。うん、えー、マリリンさん、どうもです、えー。エミリーちゃんへ、アイススケートリンクサイズについて、私が初めて知って 初めてのリンクサイズが異なることをしたのは浅田真央さんがバンクーバーオリンピックを前にしてリンクサイズが通常と違うからカナダのチャレンジャーシリーズか何かのアイスホ 何かのホッケーリンクで軌道などの修正を目的に行った記録があるということですね。でフィギュアスケートのリンクは縦 60m、横 30m、ホッケーリンクは横 26m だったかで、エミリーちゃんのコメントの 4m 狭いと覚えている。うん、アスタ・モオさんの、えー、トリプルアクセルや男子4回転を飛ぶ選手には軌道をどうするかは大問題である。うんえー、三浦香織君のジャンプはバックスピードで直線的な軌道で飛ぶジャンプは えーえっと、カナダ大会ではアイスホッケーサイエンスだから良かったと思うあ、逆にですね、確かに、うん、この辺が国際大会の経験値が大きく響いてくると思うということですね。確かに選手、あのやっぱり経験が少ない選手は、まあ、そこで迷っちゃったりはありますけど、経験をたくさんしている選手は、あこういうときにはこうするべきっていうのが、まあ、感覚でだんだん身についていくとも思いますよね。うん えー、マルニーさん、えー、フィギュアスケートにおける70%理論とは、翔馬くんがピョンチャンオリンピックの前、荒川静香さんのフレンズ・オーバースに出た時のトークで、ピークをフィギュアスケートのラスト、つまりオリンピックや世界選手権に持っていくことと、えー、戦い方を質問していた。うん。荒川静香さん、ご自分の経験からの答えは ピークを持っていけたのは鳥のオリンピックの時だけだったと。うん、あでもなんかそんな感じしますね。荒川さんのオリンピック、鳥のオリンピックは本当余裕が満ち溢れてました。特にフリーステーティング、うん。で、戦い方は自分の実力の70%で戦うという、そうだよね、荒川さんは3回転、3回転、3回転の回転、世界選手権、金メダルの時成功できるのに、トゥーランは3、3どころか、3、2で金メダルだったもの。うん あの時は、ね、トリノオリンピックの時のルール上、うん、3人の方がいいっていうのがありましたね。で、この70%理論って他の分野でもよく言われている。えつまり、実力を100%で勝負するのではなく、70%でもミスがあっても勝てるようにすることである。え、三原舞ちゃんは北京オリンピックの選手で物理をされるほどの実力者でしたね。え、宇野昌磨君も世界選手権姉さんに。 ごく僅差で負け、えー、グランプリファイナルでエロコンの時羽生さんに僅差で負け、えー、だから実力者であったことに間違いはないのである、舞、えー、さんも翔馬君もミスはあっても70%の力でも勝てたのよ、舞、えー、ちゃんのキスクラを見たら涙、うん、ファイナルまで頑張れ、君ならできる、どっかで聞いたようなセリフということですね。うん まあとりあえず、舞ちゃん、ファイナルね、頑張ってほしいなと思います、ね。あの、次の大会ね。70%っていうのは、これはバレーとかでも言われますよね、よく。あの70%の、えー、本番は70%なんで、えっ、ー、と、練習の時のっていう感じで聞いてた気がします。アクアマリンさん、ありがとうございます。カ、えー、んばさんの妄想、面白い。これね、アイスダンスの話なんですよね。で、カナダのラジョラガは、 えー、ステップ最後で男性がスタンブルをしてやらかしたから落ち込んだのではあそういうことだったんですねもともと演技中以外無表情だし確かに、うん、200点超えずに悔しかった、うん、ずっとこの、ね、男性の方悔しい感じでしたねでも女性,女性たちはもう全然う喜んでましたからね、うん、もっと男性にあの寄り添ってほしいなと思いましたねフルソレとのの差が縮まっていたのに カナダはワールド2枠しかなくて、2番手に食い込めるかっていうところまで来てそうで、えー、決めきれず、エッジワークはイギリスの2位よりも上,上ですね。僕もそう思いました。うん、あのスケーティングとてもきれいですね、えー。フィギュア・ギブは、えー、イギリスは地元での優勝を意識して、えー、力が入ったのか、うんえー、これを追いずるのミスがもったいないですよね。えー、盛り上がったままで終わってほしかった。 うんえー、ギブソンはあゲイで結婚もしていたと思う相手はコーチではないなるほどあそうなんですねあのー、なるほどやっぱりそういうことだったんだ、うん、でも相手はコーチではないっていうねこれそうなんか一瞬あいあのコーチとなんかいい感じなのかなって一瞬思いましたがそこは僕の妄想ということで、うん、優勝は、えー、ギニア・ファブは、えーはリアルカップルであやっぱそうなんですね、えー、キスィフィニッシュ二人の愛の物語で ですよねなんかキスが最後あっておいっていう感じ <laughs> 連戦でお疲れのはずなのにスケーティングは別格バーバラコーチトリノコリンでパートナーをあっ悲願にらんだもう大喜びで、えー、それとレイクでもマルガリオのミスでメダルを逃したから気の毒でしたうんこのバーバラコーチってなんかあのー、昔サラ・ヒューズのコーチに似,て、ね、似,似てますね似てますねなんかね、うん、僕一瞬ねあれこのバーバラコーチって あれサラ・ヒューズのコーチに似てるなって、ね、思ったんですよ前、前、うん。僕の勘違いだったんですよ。あれこれ、サラ・ヒューズのコーチなんなんかな顔がちょっと似てるっていうかね、あって、うん、北米もカップル競技が盛んなんで、エキス見ても気にならないです。まあそうですよね。いや僕はちょっとね、僕はちょっとまだ免疫が必要ですね。 うん、アメリカは男子シングルよりアイスタンスの方が、層が厚いです。えー、今季シニアデビューのブラウンズは、近所のい、あ、そうなんですね。なるほど。近所のリンクで練習しているあ、これはアクアマリンさんの近所ですかね。うん、全米で一桁順位に、えー、入れるかな、うんえー、気になりますね。えー、そして、えーっと、カレポノのアンソニー・ポノマレンコは2、2月に周知したばかりで、 えー、フリーーンスおしゃれプロで全米3位、狙い争いできるかどうか、うんえー、ちなみに両親も元アイスダンサーで、カルガキ、えー・アルベルビル金ですね、おすごい、うん、銀、金だそうです。うん、で 結構のタシュラーズはバックだったのに妹が疲れたのか、ツイズルでバランスを崩した後スピードがなくなっちゃいましたね。うん。あ、でもこの組大好きでしたよ。これをエレメンツが荒かったかなうん。ちょっとそんな感じ。でも最後妹の方が、え、これは妹だったんですね。これも初めて知りました。うん。でもあの最後妹がお兄さんに、ね、こう手を振って振ってましたね。うん。見ちゃいました。えー、 トリナの銀ベン・アゴストアメリカがツイッターでアイスタンス解説してるんで、えー、参考になるかもしれませんあ,ありがとうございますちょっと気になりますねうんちょっと今度また見てみたいと思います、えー、そしてアクアマリンさんもいったですえー、っとグルチアのグバノワのショートプログラムは交通事故にあって聖書をさまよってでもラストはハッピーエンドっていうストーリーとインタビューで言っていましたうんあ な,な,るほどなくならなかったという感じだったんだ、うん。フリープログラムのインドプロはあまりインドあこれはインドだったんですね、うん、インドっぽくないけどどちらの懐かしの両脳の振り付けキスクラにいたのは父ちゃんのスケレンの人もしかしてグバノワをロシアからスカウトした人、うん、あこのあれですよねあの女の人ですよねなんかインカちゃんに少し似てませんか、うん、一瞬僕そう思ったんですよ。 えー、グバノワはロシア時代にジュニアグランプリファイナルに出ていたけど、えー、シリアではグランプリシリーズに出場できず、えー、ジョージア移籍後すぐに五輪とワールド出場、えー、今回 GP シリーズ初出場で、えー、どうずっと出たかった大会なんで嬉しいと五輪、えー、の選手のプログラムを振り付けするのは夢と言っていたレオノワの夢も叶ってしまったうんレオノワさんの振り付けっていうのはびっくりですねなるほど、うん、で26歳のドイツのニコル・ショットは ゴリンゴやめるってつもりだったおお、そういうことだったんですね。でも、スケートが好きだし、今は楽しいから続けてると、うんお、やめなくてよかったですね。さっきからジャンプの調子が良くなったように見えるし、ベテランに長く続けてほしいですね。うん、そう思います、モ,ケモン。で、スイスのパガニーニはアメリカ生まれ,で生まれ育ちで、えー、ジュニア時代までアメリカで、父親がスイス人で、 えー、コーチの勤めでですね、勧めで、えー、シリアからスイスに移籍したんで、スイス人イコールスピンがうまいが当てはまあそういうことだったんだ。なるほど、当てはまないのかも。なんかね、スイスって言うとスピンがうまいんですが、パガネニ選手は苦手な感じがありますからね。うん、うんでえーっと 豚ベスト界でメディカルプログラム、プログラムがあった体調不良なのに押し切ろうとして、それが良くない油断で、決断で、えー、ショートだけ滑って WD、えー。この大会に来るのも大変だったと言っています。あ、そういうことだったんだ。うん。これは知らなかったですね。結構いろんなハプニングがあったんですね、裏には。うん。なんかあんまり調子は良くなかったですよね、今回もね。そういったメディカルプログラムっていうのが原因だったかどうかで、良くなかったんでしょうかね。うん。 ありがとうございます。いろんな情報で知りました、僕は。うん、えー、ゆうのややさん、どうもです。えか、ー、ぶさん、さっき地震がありました。うん。震源は三重県ですけど、三重県は全然揺れなかったみたいですよということですね。こっちは結構揺れました。こういうの、異常震域っていう、それ、へーってことは、これは多分震源地が深かったっていうことでしょうかね。うん、深いと、なんか結構他の場所も揺れる,揺れるらしいですね。うん、はい、いがあったととうことで、でも結構、 揺れたらしいので、ちょっと注意が必要かなと思います。はい、えー、そして株さん埼玉県民の日って言えば飛んで埼玉がありましたね。あ、ちょっとわかんないです。飛んで埼玉ってなんですね。埼玉県をディスった映画なんですけど、大ヒットしました。うん、明治劇場は埼玉県民ではそこら辺の草でも食わせておきでです。ということですね。 ひどいですね。これね。うんえ、来年続編が公開されるみたいですよ。ということをちょなんか飛んで埼玉ってあるんですね。うん、埼玉って結構ディスった感じが結構多いですよね。例えばダオをつけてダサいとか言ったりして、うんなんかあったりするんで、なんかなんか,なんかよくわかんないで、ひどい感じがありますよね。はい、えー、というわけで皆さんありがとうございました。これで以上です。